マーキュリースカウト1号は、マーキュリー計画の飛行で使用される、追跡基地を試験するためのアメリカ合衆国の宇宙機である。有人機動飛行の準備として、世界的規模で広がるマーキュリー宇宙船の追跡システムを検証するための省衛星を、スカウトロケットを使用して打ち上げるという1961年5月5日に出された NASA の提案から生じたものだが、 1961年11月1日のマーキュリースカウト1号の発射は不成功に終わり衛星の軌道投入には失敗した。電力は化学電池に蓄えられた1 5 0 0ット時の電源から供給された。マーキュリー追跡モードはマーキュリー宇宙船の飛行経路下に世界中に配置されたアメリカ合衆国が所有し運営する。 地上基地及び追跡船などの一連のものである。宇宙船が地上基地の数百マイル圏内に入ると、HF、VHF、UHF の電波や、C バンド、S バンドのレーダーなどで音声及び遠隔測定の、照準内通信をすることができるが、それらの通信パスは、地上基地が地平線の彼方に消えるまでの数分間しか、行うことができない。マーキュリー宇宙船は、 タンパ以外の手段では、地上基地と通信ができず、しかもそれは、安定度の低いものであった。また、1960年代初期の段階では、通信用の静止衛星はまだ存在せず、地上基地は、フロリダにある NASA のマーキュリー管制室とは、地上線や海底ケーブル、場合によっては、タンパで結ばれていた。検証用衛星を打ち上げるという構想は、5月24日に、 承認された。6月13日には NASA のスペースタスクグループが後にマーキュリースカウトとして知られるようになる改良型のスカウトロケット及び通信用小型衛星に関する要求を提出した。衛星はマーキュリー宇宙船を模擬し、マーキュリー追跡ネットワークの検証と訓練をできるようにするものであった。MS-1 通信衛星は 重量 67.5kg の小さい脳型体の形状をしており、箱の内部は2機の指令受信機、2機のミニトラック電波標識、2機の遠隔中継機、S バンドと C バンドの電波標識、アンテナなどの電子機器で構成されていた。すべての機器は1500ワット時の電池で電力を供給され、また第4段ロケット切り離し用の機器も取り付けられていた。 電池は枯渇するまで18時間にわたって電力を供給でき、また衛星の寿命を伸ばすため最初の参集をした後に機器類は地上からの指令によって電源を切られることになっていた。電源オフの間にデータ結果が分析され、その後再び電源をオンにし次の参集をする。この過程は3回繰り返され、マーキュリーの立案者らは電源の入り切れをすることにより、 追跡ネットワークは、マーキュリー3回の飛行に匹敵するデータと経験を得ることができると考えていた。NASA は最初のマーキュリースカウトの飛行には、アメリカ空軍のブルースカウト 2D-8 号機を改良して使用することを決定した。空軍は、ケープカナベラル空軍基地からすでにブルースカウトロケットを打ち上げており、またこの方のものも同様に発射していた。 マーキュリースカウト1号は10月31日にケープカナベラル空軍基地18番発射台上に準備された。秒読みは正常に進行したが、エンジンの点火に失敗し、発射台整備員が点火装置を点検して修理した。飛行は翌日に再試行されたが、発射からわずか2秒後にコントロールが失われ、T プラス28に第一弾が分解し始め、 T プラス43に、車上安全管理官が自爆の指令を送った。失敗の原因は、整備員が誘導システムを誤って逆に、配線してしまい、ピッチとロールの指令信号が渾身したことだった。マーキュリースカウト1号の発射が行われた時、マーキュリーアトラス4号がすでに軌道を周回しており、またこの28日後には、マーキュリーアトラス5号の飛行が行われた。 MA-4 と MA-5 の成功により、マーキュリー追跡ネットワークは十分に機能することが明らかになったため、NASA は今後のマーキュリースカウトの計画を中止した。発射準備が行われる、マーキュリースカウト1号、マーキュリー追跡ネットワークこの記事には、アメリカ合衆国政府の著作物である、アメリカ航空宇宙局のウェブサイトもしくは文書本文を含む、 ありがとうございます。